リズムに乗って答えろ。ザピンポンブーは TBS 系列にて放送されているクイズ番組である。トラックごとに勝ったチームに音符が与えられ、最終的に音符の多いチームが優勝。ンを踏んでいる3つのものの名前をラップのリズムに合わせて答える。正解数が一番多いチームが音符獲得。10問を5人で順番に問題を選び、答える。答えなさいメドレーでは順番に2周。 ピックアップイングリッシュでは間違えた人から脱落し、全員脱落するまで行われる。正解数の多いチームが音符獲得。漢字に一角足し別の漢字にする。全チーム一人ずつ一斉に答え、間違えると脱落となり次の人に交代。最後まで全滅しなかったチームが音符獲得。身近なものを使った実験に関する3択クイズ。チーム全員で相談し答える。 正解数が一番多いチームが音符獲得。言葉の語源、由来に関する二択クイズ。一問ごとに回答者を一人選んで答える。不正解だというかが開き落下して脱落となる。全員が脱落する前に5問正解で音符獲得。特定の総選人に聞いた二択のアンケートの結果を予想するクイズ。チーム全員で相談し答える。 一問正解ごとに音符一つ獲得。ありがとうございます。